そのまったり皆さんおはようございます。お元気でしょうか。今、新型コロナウイルス対応のための日本のインドネシアに対する協力に関する2つの文書に署名をしました。1つ目は新型コロナウイルス危機対応のための緊急支援を目的とする500億円、約6兆ルピアの円借款です。インドネシア政府への財政支援によって新型コロナウイルスより打撃を受けた社会経済が一日も早く回復することを希望しています。もう一つは、保健医療関連機材を整備するための20億円、約2500億ルピアの無償資金協力です。移動式 X 線撮影装置などの医療機材の調達を想定しています。日本はこれまでも国際機関経由の支援やアビガン城の供与、日系企業による医療物資や資金の寄贈などを行ってきました。日本は困った時こそインドネシアの友人でありたいと思っています。一緒に手を携えてこの難局を乗り切りましょう。クジャブ様、マジブ様。